ボス,ボストン公共楽団、ボストン公共楽団、ボストン公共楽団、略称は、アメリカ合衆国、マサチューセッツ州ボストンを本拠とするオーケストラ。ボストン公共楽団は、の一つとされる、タングルウッド音楽祭のレジデンスオーケストラでもある。19世紀後半に主流だった、シューボックス、靴箱型コンサートホールの一つとして、広く知られる、シンフォニーホールが、 本拠地である。1881年、ヘンリーリヒギンスンにより創立された、ボストン公共楽団は、歴史的に、ジェームズ・レバインを除いて、外国の著名な指揮者を主席指揮者や客演指揮者に迎えており、ハンス・フォン・デューローとの共演で、チャイコフスキーのピアノ競争曲第一番の世界初演を行ったことは有名である。 1889年から1893年まで、アルトゥール2機種。1919年から1924年まで、ピエール・モントゥーが主席指揮者を務めた。当初は熱烈なドイツ音楽崇拝者だった。ヒギンズの下で、代々ドイ系指揮者で固められていたが、モントゥーの指導のもとで、弦楽奏者がフランス的な音色を覚え、その伝統がある、程度今日まで続いているという。 歴史的な大バイオリニスト、ビリー・ヘスが、1904年から1910年まで、コンサートマスターを務めたことがある。セルゲイ・クルセビツキーを主席指揮者に迎えてから、今日の世界的な知名度が築かれ、ラジオ放送に定期的に出演し、下記の活動拠点を修正部のバークシャー軍、タングルウッドに、めタングルウッド音楽祭を開催するようになった。 1949年には、クーセビッツキーの後任として、シャルル・ミュンシュが就任した。ミュンシュはその情熱的で豪快な音楽作りで人気を白紙。ボストン公共楽団は、ミュンシュの指揮によって CA に大量の録音を行い、世界的な名声を不動のものにした。ボストン公共楽団の初めて海外公演も、ミュンシュ時代のことであったし、その初来日公演も、 ミューンシュの下で実現している。ミューンシュ式ボストン公共楽団の代表的な録音には、ベルリオーズの幻想公共曲、サンサーンスの公共曲第3番、ラベルの還元楽曲集などがある。ドイツ系フランス人で両国の音楽を得意とするミューンシュは、両方の美質を伝統的に兼ね備えた楽団のカラーを一層確かなものとした。ミューンシュの後任は、1962年より、 エイリー・ヒラインスドルフが務め、1969年に、ウィリアム・スタインバーグに後を譲った。1973年より、音楽監督に就任した小沢誠二は、その情緒的な表現様式によって、立ちどころに、ボストン市民を魅了、市中で最も愛される、音楽家となった。2002年まで在任し、歴代のボストン教の指揮者の中で、最も人気の長い指揮者となった。 その在任中、1978年3月、1981年秋、1986年、1989年には、ボストン教を率いて、日本を訪れ、来日公演を行っている。小沢の在任期間中には、日本から若杉広も、客演したことがある。小沢の後任は、ジェームズ・レバインとなり、2004年からレバインは、 アメリカ生まれのアメリカ人として初めてボストン教の音楽監督となった。レヴァインの任期が始まって以来現代音楽作曲家を含むレパートリーと品質を蘇らせることでレヴァインは賞賛を受けた。レヴァインの任期中2009年2月までに18の世界初演を行ったがそのうち12はレヴァインの指揮であった。 しかしレバインは健康問題から2011年9月1日をもって辞任し、2014年からはアンドリス・ネルソンスが音楽監督に就任している。ネルソンスは2011年3月にカーネギーホールで行われたマーラーの公共曲第9番の演奏会において、レバインの代役として初めてボストン教を客演指揮した。その後2012年7月にタングルウッドで 2013年1月にはシンフォニーホールで初めて客演した。2013年5月にボストン協はネルソンスを15代目の音楽監督として発表し、2014年から就任することとなった。ネルソンスとの契約は当初5年であったが、2015年8月にボストン協は自動更新を含む8年契約となったと発表し、2022年まで 人気が伸びることとなった。ボストンポップスオーケストラは1885年に併設され、こちらは軽音楽やポピュラー音楽を専門としている。1930年からボストンポップス初のアメリカ育ちのアーサー・フィードラが第18代指揮者に就任した。それから50年間もボストンポップスを広める貢献をした。後任に、 映画音楽の巨匠ジョン・ウィリアムズが1980年から1993年まで音楽監督を務めた。1995年には35歳の若手指揮者、キース・ロックハートが第20代指揮者に就任している。250名ものボランティアの歌手から構成されたタングルウッド音楽祭合唱団は1970年にジョン・オリバーにより設立され、ボストン公共楽団や ボストンポップスオーケストラと共演を重ねている。ちなみに、日本人として初めてこの楽団を指揮したのは、作曲家、大沢久人である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。